JR 九州によりますと、去年12月28日から今月4日までに県内で特急列車を利用した人はおよそ10万5000人で、前の年の 1.1 倍としました。一方、コロナ禍前の2018年度と比べると8割程度の回復にとどまっています。路線別では九大本線の湯布院駅から大分駅の間が前年比 116.2% と増加率が最も高かったほか、日豊本線の大分駅から神崎駅の間、宇佐駅から別府駅の間も 110% を超えています。コロナ禍が明けて帰省や観光需要は引き続き高まりを見せています。